ケプラー438ビットは地球から470光年離れていて、地球からはこと座にある赤色矮星ケヘプラー438を周回する太陽系外惑星である。地球に近いサイズの惑星であり、主星のハビタブルゾーン内に存在すると考えられている。ケプラー438ビットはアメリカ航空宇宙局のケプラー探査機により、 トランジット法で2015年に発見された。観測時のケプラーオブジェクトオブインタレストにおける名称は濃いマイナス3284.01。ケプラー438ビットは半径が地球半径の1.12倍という地球に近いサイズの惑星である。太陽よりも小さく暗い赤色矮星の主星ケプラー438を 光天周期35.2日の軌道で周回している。この軌道はケプラー438系における惑星の表面に液体の水が存在できるハビタブルゾーンに位置していると見られている。およそ6割から7割の確率で岩石で構成された岩石惑星だとされている。その大きさと軌道から発見された2015年1月現在までに、 見つかった太陽系外惑星の中で最も地球に似た惑星だとされた。しかし、ケプラー438ビットは約100日周期で受ける恒星からの太陽フレアなどによる放射線の影響で地球上のような生命は存在できない可能性も指摘されている。また、ウォーリック大学の研究者もケプラー438ビットは大量の放射線を浴びており、 ケプラー438ビットに生命が存在することはできないとしている。ケプラー438ビットは発見されている中でも特に地球に似ている太陽系外惑星の一つである。地球を一として地球に蘇生がどれだけ似ているかを表した地球類似性指標は0.88であり地球に一番環境が近い。ケプラーが発見した ハビタブルゾーンに位置する地球型惑星。ありがとうございます。